待たせしました。ラスト1枚いきます。ごま。やばいってもう。ごま。やばいわ俺もう。何やってんだろう娘高校生でこれから。親父何したいんだって。ゲーム好きのごま。いやもう最後。最後いきます。デリアね。そうですね。全てが報われます。出なかったら。何連してんだろこれ。9でやめて、10やって、11やって、そこから11やって、14やってね。300、420、違う、どうか、14やって、140連か。そうですね、いきます。行くしかねえやろ拒絶してる。いやーゲームのハード変えますもんね。やめろ。めっちゃいろいろ変えるよな。1ヶ月ぐらいやっちまったってなりそう。頼む、皆さん応援してくれ。勝った。頼むよ。行くぞ。行くんだぞ。頼む。ピカピカしてる。関係ねえかこれ。頼む。頼むよ。ミネコ。ノー。おお。ノーです。ノー。やばいやばい。やばい。グー。グー。グー。気持ち気持ちいい。行くぞ。もう一回。頼む。頼むよ。頼むって。赤。赤来たよ。赤来たんだよ。早い。リリース早い。どうせい。うわ、飛ばなかった。やばいやばい。やべ。やべって。やべって、ダメだって、ダメだって、嘘だろ、ダッ、うわ、S も出んかった。5万円、最後のチャンスです。別に確定とかではないです。もしかしたらもう、何も出ない可能性が、資格が出ればもう、資格が出たらもういいよ。行く、行こう。全てをかけて。はい。やめばっかでもね。嘘だ嘘だ。上げていけ。赤手のレイボー。うわー、確定なし。頼む、吹っ飛べ、吹っ飛んだ、出ろ、怖ない。おー、いいぞ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 、おい、いいぞ、5、6、7、あったい。ダメだ、メンタルが持たねえ。頼む、おっかさん、石川シューター西暦なんないよ。いやいや、よくやったんだ。まあ、みんな
当芸人だったらとか絶対ここでやんなきゃいけないっていうの分かってんだけど、いろいろ考えて無理だ終わり、ギバー170連、しましたけども、石川修太救えずということで、悔しいですけども、ちょっと私のもうあのいろんな、もう何だったらちょっと2万円分ぐらいいろいろオーバーしてるっていう状況で、今からどうしようかってこっからいろいろ考えなきゃいけないですけども、本当申し訳ない、プロスキーファン、パラシュート舞台チャンネルのファン、石川君のファン、申し訳ないけども無理だ、ごめん。またなんかちょっとお金余裕があるときはやります。すいませんでした、どうもありがとうございました。ダメかお前。ただいま。なぜ帰ってきたかというとですね、私もちょっと熱くなって忘れてたんですけども、ミキサーという悪魔の手法がございまして、今まで出たセレクションの選手を3枚もしくは5枚で別の選手にすると、で5枚だったら好きな選手を選べるということで、私今セレクション170連約して6枚持ってます。だから5枚分のやつをかけて全部やったら石川君が出る、忘れてましたただですね、私ここに来てもう本当にみんなおいおいっつって話が違うじゃねえかって思うかもしれないんだけど、菅野とダルビッシュが残したい A を持ってるっていうのもあります、チームのことを考えてっていうのもある。で3枚だったら誰が出るか分かんないのよ、3枚だったら菅野さん、ダルビッシュさん残してチャレンジできるっていうこれなーって待てよ。でも5枚いったらもう確実石川君なんだけど、まだ5万かけて菅野さんと石川君が残る。でも俺は3枚にしてこのまま菅野さん、ダルビッシュさん、石川君も残したいっていうね、欲張りでもな、今言ってておかしいと思った俺。そもそもね、そもそもの趣旨がもうずれちゃった5枚にしたらこれよ、ほら。だから吉典さん、涌井さん、青山さん、石川さん、菅野さん、ダルビッシュさんで3枚だったら、まあ涌井さんも A 持ってるんでね、他の選手も A 持ってないんで残しつつ石川君ってパターンもあるわけよ。これ13分の1なわけ。同じのは出るよね。出るの？出ると思います。ミキサーして？さすがに出ないか。ここで俺なんで欲しがっちゃってんだろう。いやもうすっと割れるのは5人投入して菅野さんと5人で1よな。石川君ですもんね。欲が。ダルビッシュも欲しくなっちゃってんだよな。でもこれで違うのだったらもう本当にバカ野郎です。バカ野郎でしょ。かも何もせん方がチームのためにはこの選手すごいからね全部。そうですね。でももともと何なんだってことになっちゃうな。石川君を救うというテーマですよね。救いたいんだよ。だから5人投入して石川君出たら救えんだよ。もう救える状況になってんだよ。もうあの物量で勝ち取った俺の金で買ったもん、金満球団だよ俺はここに来てダルビッシュが欲しいっていう欲の塊や、これでもみんな悩むと思うわ。あーちょっと待って、マジどうだろう。3年
すいません、欲しがりで3で石川くん、あ、これ違う違う、普通のやつ3でいきます。A を保持してる数の関係性で、申し訳ないですけど、吉野里さん、青山さん、そして石川さんでいきたいと思います。これで出たら奇跡よ。これで出たら奇跡よ。ガチンコ13分の1、俺が持ってる選手にはならないと思うよ。だから10分の1や。いくぞ。ただ石川という言葉が頼むぞ、頼む頼む、待ち来い待ち来い石川。ビシエドドスロードスロご納得いただけましたか。ただ悪魔のワンがありますよ。もう一回3本ちょっと待って、ちょっと待ってこれはもういいか、これはいいか、ラメちゃんそりゃねえぜそしたら最初から5枚、こうやってたけばよかったっていうことよ最終的に誰も残らんで1個だけのビシエドになったりするからな。5枚上がってごめん、もうマジごめん、もうやめさせて、マジごめん、もう、いや、もうマジでやるべきやねん、分かってるもん、俺ももうこの世界20年以上、ただもうちょっとごめん、すわやめさせて、すわ誰が残ってるんでしょうか。いや、ラインナップ的にはいいよ。そうです、ビシエド、涌井、菅野、ダルビッシュだから終了ですそうですね、ごめん、ママチェックで。ごめんごめん、分かるよ、この3枚いけるもんね、またね。いって最後、2人になるか、2人になっちゃった。それだった、最初の時点で石川君と菅野投手をしてくれる。ほんとそっちやったね、間違えた俺、絶対そっちやったわ。終わり登録お願いします。